はい、村方村さんこんばんは。はい、本日の日付はですね、令和3年の5月19日、はい、水曜日の夜になります。時刻は23時40分になりました。こんばんは、ドクターラスカルです。ドクターラスカル2330ライブ配信を始めます。本日の配信予定時間は1時間です。この配信はツイキャスト、ニコ生で同時配信をしております。可能な限りコメント拾いますので、気軽に書き込みの方をお願いいたします。アーカイブが YouTube の隣のラスカルチャンネルにもございます。こちらの方もぜひ、チャンネル登録とご視聴の方よろしくお願いいたします。今後は YouTube のライブ配信とオープンレク TV での、ライブ配信を予定しておりますが、もうしばらくお待ちください。現在配信はアプリ設定してますけど、まあ、いつまでやるんだかはまあね、ちょっとうまくいかんって感じですよね。はい、ということで、あ、落ちた。はい、ということでね、はい、はい、サイリーキャラクター大賞ありがとうございます。ヒッピーさんこんばんは。ピッピーさんね、こんばんは。はい、キャスコンありがとうございます。中村さんこんばんは。ということでね、始めていきたいと思います。はい、本日のテーマは変異株は別のウイルスクエスチョンですね。はい、あ、アイディさんこんばんは。はい、ミキミキさんこんばんは。お茶中ありがとうございます。ということでですね、今日もやっていきたいと思います。はい、ですね、まあね、まあ、あのこれちょっと記事ね、こういうのをちょっと見つけたんで、まあ、触れますけど、まあ、これもね、あのちょっとつい日頃触れてますね。うん、はい、今度の秋冬服を予約するために出かけましたが、希望のアウターは予約分のみは入荷なしのどちらかだったので計画立て直しです。うわー、悲しいね。うん、まあ社内ね、あ、はい、ラスカル氏ドアップ、頭に何かつけてるのでしょうか。あ、これヘッドホンですよ。うん、ほらラスカル耳横じゃないですからね、ちょっと上の方にありますから、ラスカルヘッドホンつけるとこんな感じになりますね。はい、なんかただのなんかなんかの治療器みたいになってますけどねちょっと面白めですよね、このね。はい、うん、ということで、あ、はい、和骨おはようございますということで、こんばんは。はい、歯科医師による、新型コロナワクチン接種が始まったようですね。そのようですね。実際に接種を受けた人からは、歯科医師は、歯根への注射を行っているので特に違和感はなかったとのことで、順調だそうです。そうですね、うん、あ、気がつきませんまでしたということでそうですよね、わかんないですよね普通ね。はい、20年ぶりの解剖生理学バタ、あらね、なかなかね、20年ぶりだとねきついですね。天然パンパさんこんばんは。治療ね、なんかね、ほんとね、うん、なんかあのラスカルなんかを低周波治療器で、なんかあの耳の治療器でうははーって感じになってそうですよね。なので去年出たアウターは今年買うというよくわからんことになりそうです。まあでもね、うん、まあ、ああいうのってわかんないですけどね、昔私がこうね、なんかまたあれだよね、過去の女性遍歴をこう言うようですけど、あれなんですよ、ドレメ出身の方とねお付き合いしてた時に、そういうのやっぱすごいね上手でしたね、着こなしとかね。うーん、でも国家試験を受けるので頑張ります。頑張りましょうね、待ってますよ。はい、かかこんばんは、コンラスです。注射器の二度使いがあったみたいね。あら、ほんと、へー、アポタ先生こんばんは、お茶ありがとうございます。コロナウイルスワクチン打ちましたか今は。あ、やっぱ痛みちょっとあるんですね。あ、やっぱりね、眠気だけですね。あ、でもあれですね、鈍い痛みと眠気だけだったらやっぱ私と同じような感じかな。うん、ついに薬剤師まで手が伸びてきました。医療6年国家試験でワクチン接種できるということですか。
や私はまだ正直言って賛成じゃないですね。多分やるでしょうけど、あんまり私はちょっと正直言ってうんって感じ。なんでかっていうと、どうしてもね、この筋肉注射って深さが問題になるんですよね。先日も話しましたけどね。だからその辺こうちょっといけるかなってとこあるんですよね。歯科医師だと普段こう歯根持ってますから、その針の当たりとか分かるんですよね。その辺はあれだったんですけど、まあちょっとってところかな。はい。あとは朝日新聞と、変態新聞が防衛省予約システムのずさんさを指摘するために虚偽の予約をしてプチ炎上。あれそんなことやって調べたんですか。あれはねそれいかんね。データ取りが、詳しくなっているから何とも言えないですが、変異株は別のウイルスではないけど、コロナってそもそもそういうウイルスですよね。はい、正解です。一言でくくってもらっちゃった。そうなの、今日の結論それです。はい、産業でくくられちゃったけど、まさにそうなんです。はい、ヤクザなら打てるかも。まあそれはそうだけど、そういう話じゃないっていう。あれ緊張か。どこってのか分かんないけど、特殊なトレーニング受けました的な注射 OK 薬剤師とかならできそう、できないときつそう。そうなんですよね。筋肉注射で唯一やっぱ気をつけなきゃいけないのは、その当たりなんですよね。だからそれをちょっとで、やっぱりこうなんていうのかな、想定するいわゆるそのいわゆるガイドラインのこう5センチ下っていうガイドラインがあるんですけど、若干ね下目の方がいいですね。でどうしてもその針を90度に刺そうとするときに、少しあれかな、自分がねこうなんていうのかな、正面じゃなくてね少しだけほんの気持ちね横向けた方がね、こう針の角度が見えるのと、あとこう先進部位がねこうしっかりとね確認できるんですよね。ああいうのとかちょっとね、薬剤師普段主義しないです。そこだからね、薬剤師さん知識はすごくあるから、そういう部分ではいいんですよ。薬に対する知識なんかも全然ねありますからね。ただいわゆるそこなんですよ、先生のおっしゃる通り主義の問題。はい、朝日新聞と、変態新聞による虚偽予約で、高齢者の接種機会が損なわれる可能性があり炎上してるっぽいですね。まあ確かにそうですね。あ、マイカさんこんばんは。はい、ラスカルさんこんばんは、ということでこんばんは。だって本当その一言で3行でまとめましたよ。ありがとうございます。だってそうですよ。ただね、確かにコロナウイルスっていうのはもともとがものすごく変異が早いはずです。だからむしろ今までその変異株というのが、まあ言ってみればナチュラルな変化してたっていうのが、まあ逆に不思議なぐらいですよね。で、そのただちょっとね気をつけなきゃいけないのが、まあ前にもお話ししましたけど、感染力は強くなってる、これ確か。で本来だから感染力が強くなってくると、まあ、弱くなってくるんですよ。でところがね、今回の変異株はですね、なんとですね、そのウイルスが強い弱いじゃなくて、ウイルスの量が増えるんですね。これはすげえと思って、だからすげえっていうか、まあ、感心してる場合じゃないんですけど、だからね、例えばその PCR 検査をするじゃないですか。でそうするとその PCR 検査 の CT 値って言ってね、増幅する率があるんですけども、まあ、我が国はね40ぐらいまでやってるんで、かなりちょっとこうね、拾いすぎなんですけども、ただねそれがね12とかで拾ってきちゃうんですよ。あんまりそのね増幅しなくても。でかつ若い方で、感染をされて、まあ、症状はそこまででもないけども、まあ、中にはもうその重症化といえる手前のような軽症の方もいるし、感染自体は軽いんだけれども、なんか後遺症かそのだるいなとかっていうのがね、ちょっと長いっていう、1ヶ月経っても全然改善しないっていうケースとかが多いみたいですね。ね、薬剤師に緊張させるのにやり方だけ教えるのかな。それもちょっと分かんないですけどね。はい。
あ、ジムニータン先生こんばんは。日経も急下落したって本当ですか？いやー、そうやって調べたと私知らなかったですよ。あの読者投稿で知ったのかなと思いましたけど、まさかそんなこと本当にやってたんだ。ひどいな。はい、まあちょっとひどいですね。ウイルスの数増えるってことは感染防止してから叩かれるけど、所見はないんですかね。うん、CT 値のやっぱデータ、多分今ね、こういろいろ集めてるところだと思うんですよね。個人情報加工したりして。ゆさ先生こんばんは。要するに常駐する期間が長いクソウイルスって見方から考えた方がいいのかな。そうですね。あ、はい。そんな論文ないのかなって。いや、あのね、結構出てきてます。やっぱりあのね、検査したときに、もう要するに、まあ、反応が早いんですよ。要するに、サイクルあるじゃないですか、増幅サイクル。かなり低い数字で出てくるんですね。はい。あ、トラニコさん、お久しぶりです。こんばんは。はい。そういえば、イギリスのジョンソン首相、看護をした看護師が、待遇が良くないので、辞職したとどこかで見た。まあね、でも待遇はね、我が国内で言うとですね、はっきり言って運営母体によって全然違いますよ。だからむしろその運営母体がコンパクトな方が待遇いいかもしれないですね。なんか聞いてるとね、例えばほら、どこどこ、何々私立病院とかっていうところの方が、例えばそのね、まあ、お給料的には恵まれてたりとかして、でね、例えばね、まあ、どことは言いませんけどね、丸々都立病院とか、ね、そういうところはなんかね、逆にあんまりお給料がね、むしろ減ってんじゃねっていうね、ね、って感じですかね。はい。そう。はい、イギリスみたいに注射に当たって講習等のシステムがあると。そうですね、やっぱりね、薬剤師さんに関してはちょっと講習した方がいいと思います。実際こう戦死した経験ないですから。だから歯科医師さんとは全然違いますね。そう。あ、ジョンソン氏の髪型わざと、まあ、あれ結構ね、受けですかね、わかんないですけど、はい、いや、うちの医療機関の待遇具合、患者に対してゴミですよ。あ、そっちね。まあね、患者に対してっていうのはな、どうなんだろうな。まあもうね、病院の施設もまああるだろうけど、施設の空気とか雰囲気とかね。まあ、だけど、その一人一人の医療者のそのモチベーションとかもありますからね。ね。親父は新しい勤め先を探しで、地元には希望の給料の病院はなくて地方に単身。まあ、よくある話ですよ。地方の方がいいですから、給料。全然いいですよ。はっきり言って。システムがゴミすぎる、ね。個々の医療者に対しては仕方ないけど、まあね、急ごしらえで作ったシステムじゃないですか。だから例えば、最初は何かこう結果、まあ、例えば今回のね、自衛隊のその予防接種のシステムで、最初こうほら、ああいうふうにね、穴ができたりとか、まあまあしょうがないかなって、相変わらず日本はまあそういうとこなんだなっていう、こういうものを作るときにベースがないから、あ、こうなっちゃうんだなって、まあそういう笑い話程度でいいじゃないですか。だけれど、もう、ね、全体としてそういう、例えばだから、なんていうのかな、まあ、システムねがさ、結構もう地下立ってんですよね、まあ、医療機関用のシステムね。でそれをね、やっぱりね、まあまあハーシスのそのなんていうのかな、そういうところとかもね、あんま変わってないしね、最初からね。まあ、良くなったといえば良くなったんだけど、はい。自分は認知症の患者さんを連れてきたご家族にはありがとうございますと言うようにしてるんですけど、どうなんですか？いいと思いますよ。すごい、絶対その一言すっごい大事だと思うんですよね。根底が逃げとかの姿勢なんで、もう増長されて、まくってますわ。そう、確かにね。朝日新聞と変態新聞の取材行為を、近所の駄菓子屋のセキュリティがザルだから万引きして自慢している小学生と変わらんと評している方がいらっしゃって笑っちゃいました。まあそうですよね。
まああれですよ、やっぱ所詮はね、まあ朝日と変態新聞ですからね、医療訴訟に、脅かされすぎ、まあでもねすごいあるよ最近実際、なんていうのかな、そこですかっていうところで訴訟を切るんですよね。だからこういうところはやっぱ訴訟起きやすいから注意しようなんてやっぱあるんですよ。そういう例えば説明事項とかそのね、同意書とかあるじゃないですか。まあでそういうのがあって、まあいう紙類がやたら増えたんですけども、そこじゃなくて、もう想像しないところ、あとは銃器システムを流用するにも、流用するハードルや自衛隊が個人情報を扱うのはけしからんって言われるのもありで、そうですよね。いきなりそこね繋いじゃえば何にも問題ないんですけどね。で むしろほら自衛隊ってそういう情報を守るということに関しては、まあしっかりしてる組織じゃないですか。まあだからね別にいいとは思うんだけど、ただそれをねやっぱりやらないっていうところが、やっぱり私はむしろね、まあ確かにシステムに関しては、あちゃ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 やっちゃったね、やっぱそういうとこ弱いな、まあ我が国はって感じだったけども、でもやっぱり、あ自衛隊ってやっぱ堅実だなっていうふうに思いましたね。むしろなんか自衛隊をさらにですねこう惚れ直したというかね。今はどうかわからないけど、昔は看護師が注射を練習するのに、みかんがお互いの、腕を使って練習するって聞いた記憶が、ありますね。こちらの、なんだこれ、魂の胆ね。魂胆が見えたんで、市民病院とかへの信頼、信用度、マイナスレベルになりました。あいつら、命見てない、まあね、まあどうなんですかね、組織がある程度ちっちゃい方がな見やすいっていうか目が届くっていうか、分かんないですけどねその辺はね、本来はねそのなんていうの、その地方っていうか地域の公立病院って組織がまあね、ある程度小さいんで風通しはいいはずなんですけど、ね、でっかい公立病院になっちゃうと風通しは悪くはないんですけれども、待遇ってなるとやっぱ組織そのものが大きいのでお金かかってるんですよね。だそうするとこう一つ一つのまあ、ね、こうスタッフに跳ね返りはかなり低くなっちゃうって、やっぱしょうがないですよ、組織でかいからね。江戸さんこんばんは、リーちゃんさんこんばんは、コンティニューコインありがとうございます、こんばんは。はーい、ということでね、まあいや本当にね、はいはい、あとは接種券に、点字がなかったため、それねあるね、確かに全盲の高齢者が接種券があることに気づけず接種が遅れたケースも発生しているようだ。大事なとこだねそれね。そっかそっかそっか、そうだね、民生委員さん回りきれないもんと大変だもんな、民生委員さんもな。中核市の市民病院なんてそんなもんです。金かけるのもわかるし、その仕事に対してはやるけど医療じゃなくて仕事ですよと。まあねそれありますね。はい、コンティニューコインバックありがとうございます、恐れ入ります。いやもうね、だからまあなんていうんですかね、こう、まあだから本当そういうのはね、でねそのね、だからあれですよね、患者さん側から見たら資質っていうかね、まあやっぱその辺って病院ここにもあるし、あとスタッフここにもあるんで、でね、これが正解でこれが間違いってあんまないんですよね。なので仕事以外は無理、医療じゃないな、まあね、まあある、変異株って何種類あるんでしょうか、今ある分と変異株の違いってどう違いますか。まずね元から出てなのね、ちょっと変異株の種類は今もうちょっと何種類あるか正直言って私分かんないんですけど、まず元から出てきて、まあ武漢というところ
ねから、まあ、一応、まあ、出てきたんじゃないかと言われてます。で武漢から、まあ、中国国内だけでですね、まず一番最初に変異したのが、上海株ね、上海株、それから北京、それから武漢でもう一つ変異しているのがあります。それからあのもうちょっと南の方に行くときにね、広東、広州、行って、それから深セン株、香港株、でもここでもうねいくつも分かれちゃうんですね。で中国国内を、まあ、感染している時点でもさまざまな種類が、本当これは小さな変化ですよ、が出てきて、でそれがやはりですね、一番最初にねあの記憶に新しいのが、アフリカ、で次がイギリス株、でその後がインドっていう感じで、まああとあれだね、ブラジル株とかあったけど、その場所その場所にこう行くとですね、気候もやはり違ってくるんですよ。例えばその中国本土でも、まあ、発生源の武漢というところから南にどんどん行くとですね、まあどちらかというと気候的には亜熱帯になってきますから、まあ、それに対応するためにね、あのウイルスもやっぱり変化してくるんですよね。はい、ADHD の人、接種券なくしてワクチン打たない時とか起きそう。ああね、あり得るね。やっぱそこを本人確認でね、うまくこうできたらいいかなと思いますよね。診察の時の口だけ言って、あとは受付の、拒否任せみたいな病院なんざ、いりません、確かにね。大した知識もないのに専門的な知識、あそれはな、まあ分かる、同意だね。変異って実際には頻繁に起こってるそうだけど、変異株と定義するのは何かしら基準になるものがあるんですかね。そう、まあ基準はね、あれですね、配列が変わるっていう、だからまあだから正直言ってどこで変異してるかっていうのがあんまり分からないのあるんですね。っていうのはその例えばあの PCR ありますよね。でまああのRNA なんで、まあ、塩基の配列っていうのがあるんですけど、こうね、数字とこう記号のね、あの数字とアルファベットのこう乱列したこうね、まあ言ってみれば形があるんですけども、それがですね、まあ同じウイルスなので基本的なところは変わらないんですけども、あのちょこっと変わってくるんですね、少しずつ。である一定以上変わってるなってことが確認できたら、これ変異してるねっていうふうに見ますね。はい、診断されてませんが忘れ物大魔王です。私も同じくです。もうしょっちゅう忘れてます。もうね、忘れ物とね都合の悪いことはね、もうしょっちゅうね、まあ、忘れちゃってね、もうあのあれですよ、気楽に生きてます。はい、ね、それを世の中で言ういい加減というと思うんです、私の場合はですよ。私はね本当にですね、歩くいい加減と言われてますからね。はい、忘れちゃうんじゃなくて、もう意図的に忘れてるとこもあったりします。はい、そして忘れ物大魔王です。はい、選挙だって最悪、投票所入場券なくても、選挙人名簿と照合で投票できるので、そこはうまくやってほしいですねって。なんであれを取り入れなかったのかっていうのは私実は思ってて、選挙の名簿制あるじゃないですか、あれを使えばよかったんじゃないかなって。すごいそれだからいいんじゃないかなと思ったんですよね。要するにだから接種場面で、まあ、投票所とか、まあ、接種所が決められてる場合ですよね、ならねできるなと思ったんですよね。で多分昨日かおととい話したと思うんですけども、いつでもいいやなんて言ってたうちの母がですね、なんか電話かかってきましてね、6月になったみたいで、なんか本人驚いてましたよ。なんかねすごい早く打てるようになっちゃったんだよねとか言って、ね、いやいやいやびっくりだよねとか言って、でなんかね、近所の方に取れたって聞かれたら、いやまあ取ったっていうか、まあなんかなんか取れたみたいよみたいな感じでね話してて、なんか6月って一番早かったっていうのなんかよくわかんないですよね。なんか電話もなんかねあれらしいですね。そう、
なんかインターネットがね、まあ、母使えますからね、それはあると思うんですけど、選挙だって最悪ね、本当そこですよね、まあそういうのはあると思うんですよね、まあでもね、ワクチンとか煽ってるのは実は政府の作戦で、余ると思います、実際先生思いません、今打ち手が足りないだけでワクチン多分間に合ってますよ、だからこのペースでいくと私もそれはかなりあるんじゃないかなと思ってますよね、今ほらもし足りなかったら1回に減らすとか言ってるんですけど、無駄になるぐらいだったらもう全然対象じゃない年齢の方とかにもどんどん希望されるからどんどん打ってった方がいいと思うんですよね。でそれをやっていかないと最終的にほら後から来るじゃないですか、モデルナとか余る気はします。はい、ということでジェットの子先生こんばんは。はい、確かにこのままだと来日した外国人に打つことになりますよね。ハルトさんこんばんは。インド株に対してもファイザーやモデルナのワクチンなら 97% の人で中和抗体ができるってニュースが出てました。そうですそうです。すべてのスパイクが変異するわけではないので、中和抗体ができるのは当たり前で、変異したスパイクには効果ないんじゃないかと、そういうことですね。はい。YouTuber 打ってみた。あ、本当？なるほどね。確かにね、まあそうなんですよ、スパイクですからね、要はね、ワクチン作ってるのは、要するにウイルス病原体作ってるわけじゃなくて、スパイクタンパク質作ってるだけなんですよ。ここね結構ね、いわゆるワクチンに対するこう陰謀論者の方がね言ってるんですけど、全然違いますからね、メッセンジャーワクチンのね性質がね、そうなんだよね、打つのならできるんですけど求人はないみたいですねってね、その人の集め方も若干上手じゃないですよね、正直言って。高齢者接種でワクチンが余ったので、全村民へ接種したらそれでも余ってしまったので隣の市町村の村に回したって村がありましたね。あ、そうなんですか。それはちょっと聞いてないですね。え、もうそこまで行けたところがあるんだ。でもまあね、数少ないところだったらね、そうですよね。ちょっと水失礼しますね。今日はですね、やっと手に入れた、みちょのいちごを炭酸で割って飲んでおります。はい。売ってなかったんですよね、これが。ね、そう。数字だけ見るとすごい効果ありそうなんですが、数字ほど期待できるものではないのかなと。でも仮にですよ、持って持って90とするじゃないですか。でまあじゃあ実際どのぐらいかな、70ぐらいかなとしても、ワクチンとしては相当優秀ですよ。というのはね、まあ特にこのまあ、メッセンジャー RNA ワクチンが前例がないんで、まあ、どこで比較するかというと季節性インフルエンザの、いわゆる発症抑制率ですよね。でそれで見ると季節性インフルエンザの予防接種って重症化させないことが目的ってなってますよね。あれはやはりまあ、完全な予防率が、そこまで高くないけど重症化させない率が非常にまああるというところで見るとね、あれでもね40ぐらいじゃないかな。打った人の細胞を使ってウイルスのトゲトゲっぽいものを作らせるのがメッセンジャー RNA でしたっけ。人工的に作るんですね、あれ。そう、トゲトゲをね、完全に合成です。だからまずはっきり言ってその合成で作ってるものの材料がまあ本当にそこら辺にあるものなので、その物質に対してそのアレルギーがなければ問題ないですね、油とかね。はい、三流キャラクター大賞ありがとうございます。でもね、その人の細胞を使ってやる治療法っていうのは出てきてますね。血小療法
って言ってね、うん、打った人っていうか実際に病気かかって、治った人の、血小板、そこにタンパク質ができますよね。でそのタンパク質を使って、今その治療中の方に治療することで、成績が得られるんじゃないかなという実験をやってますけど、まあ、いまいちみたいですね。はい、はい、和歌山県、北山村で政府からワクチン975回分が来たが、村民432名で2回接種したら864回なので余ったようです。なんでそういう配布やるんだろうな。余ったワクチンは、和歌山県を通じて他の市町村へ回されたようです。まあでも良かったですね、無駄なくてね。インフルワクチン打っても小6ぐらいまで毎年かかってた、そういう感じなんですよね、インフルエンザって。完全に肩をぴったり当てることができないですね、インフルエンザって。で、特に今回と違って、スパイクとか作ってるわけじゃなくて、そのウイルスの形を予想してそれを作ってるんで、だから特にインフルエンザはそういう性質がありますね。効く人には効くんだけども、効かない人でそのね、どういう、もうインフルエンザの方が変異早いですから、そういうのがねやっぱ出てくると思いますね。中和抗体ができるということは有効性につながると思うけど、打つに越したことはないでしょうと、けどね、ただなんか数字のトリックを使ってるなと。9割はね、まあ、正直言ってね、まああえて言いませんけど、ちょっと持ってっかなって気がしますね。 90% は持ってっかなって感じがしますよ。90% ってすげえなって正直思いましたけど、持ってっかなっていうのは私の中で思ってますよ。その年の流行る型のインフルを予想して型に合わせたワクチンを作ったのよりは効果高そうですよね。そうなんですよ、メッセンジャーはね、そうなんですよ。だからそのね、作りが違うんですよ。だから、今までのそのワクチンというのはあくまでその、ね、病原体ね、もしくは菌とかね、ウイルスとか、まあ、それをこう弱毒化させたりとか、まあ、例えばまあそのね、近いものでね、例えばその天然痘だったら、同じ性質を持った牛痘って言ってね、牛のね、天然痘ね、牛痘っていう病気のこうウイルス持ってきてそれを注射するところでやってたんですけどね。はい、タミフル飲むのがうまくなりました。確かに。あれなんですよね、どうも私はあんま得意じゃないんだよね、インフルエンザ治療薬ね。実際に効くようになるまで数年間落ち着ける必要があるようですよ、インフルエンザ。そうみたいですね、実際のとこね。最初の数年は効かないですということでね。やっぱなる方ってなりますよね。で、やっぱり圧倒的に罹患率高いですよね、年齢が若い方の。今はとにかくワクチンを無駄にしない速やかな、接種完了を目指すべきです。対象外への、接種にいちいち目くじらを立ててる余裕はないと思います。私もそう思うんですけどね。9割モリモリってバカが多すぎるっていうか、メディアがバカすぎるからな。そうなんだよ。だからね、9割って数字はすごいけども、仮にだよ、8割とか7割でもすごいんだよってことに気づいてないんだよね、メディアってね。副反応の話はしなくてはいけないですね、先生おっしゃる通りです。本当その通り。中学以降はかかってません。薬剤師さんに褒められるのが嬉しかった。ああね、ありますよね、そういうのね。インフルになった時、ゾフルーザがめっちゃ効きました。すごいですね。あれも効く効かないが結構ありますよ。ゾフルーザーね、ゾルフーザーね、はい、ゾルフーザー、どう見えましたか、ゾルフーザーね、はい。これ炭酸でこれお座るとこれゲップが止まらないですよこれね。大変だ。本当副反応の話は絶対していかないといけないですね。なんでかっていうと、このワクチンはね、もともとやっぱり出ると思いますよ。
たまたまこう自分は出てないんですけども、いやいや、こう人によっては強く出ると思うんですよね。これ私もちょっとね、ふと冷静に考えてみたんですけど、筋肉注射じゃないですか。筋肉注射なんで、まあ当然そこに何か打たれれば、やっぱ痛みはあるんですよ。だって筋肉注射のいいところっていうのは、そこにこう、なんていうのかな、いろんなこう、なんていうのは、まあ、細かい神経だとか、まあそういうね、太い血管とか、まあそういうものは通っていないんで、ね、っていうだけなんで、じゃあだから副反応がないかっていうと、そういう話じゃないんだよね。だから要するに接種の事故が少ないっていうのはね、大きいと思うんですよね。タミフルもゾフルーザも両方飲んだ、はい、他のワクチンと比べると副反応は出やすめ、熱とか倦怠感は効く気がしますが、正直言って多め、副反応に関しては多い、多いけれども、ただわからないのは一つあって、まあ、今ちょっとほら、4月の末にガイドラインが出まして、打ち方変えてきましたけれども、やはり当初は筋肉注射っていうと本当にこうやっぱり90度に打つっていうのがあって、自分からまっすぐ打つっていう、こういうね、ルールっていうか、まあ当然なことがあったんですよ。だからこうよく腕にこう手組んでくださいっていうふうに言ってたんですけども、あれをやることでかえってね、その部位の打ち間違いが出てくるっていうのが分かってきたんです、途中で。だからその4月から、まあ、こう腕をね、組まないでこう下に下げてね、接種してくださいというガイドラインに変わってきたんですよ。というのは良くも悪くもね、日本人って体がコンパクトなわけですよ、欧米人に比べてね。でそうするとこの要するに肩にこうって乗せてしまうとですね、若干接種部位がですね、本来打つべきところより上に行っちゃうんですね。そうすると上に行くとですね、何があるかっていうと、骨と筋肉の間にですね、神経がありまして、そこに針を刺してしまってですね、まあ針刺すぐらいならいいんですけど、そこに例えばそのね、注射液注入してしまうとですね、やはり副反応出やすくなるんですよ。まあ針刺すぐらいなら問題ないですよ。当たったなと思ったら引けばいいんですから。その辺がね、ちょっと、今ちょっと変わってきたところなんで、まあそれが原因の副反応はこの後減ってくると思います。すでに40人亡くなっていて、因果関係を大して調査もしないで認めない政府の対応にはがっかりなので、私がそこら辺も含めて説明することにしました。そうですね、やっぱもう国が説明しないんだったら、やっぱね、私らやるしかないですからね。脳出血などは、血管内皮に、トラブルを、それが起こした可能性、捨てきれない。まあそうですね。まあ可能性の部分というのはやはりね、やはりまあこう、お話はしていくっていうね、ことはしていかないとやっぱいけないですからね。身体組成が、違えんだが、そこら医師会とか頭悪すぎる。そうなんだよね。やっぱりね、だいぶ今回はその注射の先進部位というところに関しては、プライマリーケア学会と、まあ、それから整形外科のね、学会がだいぶ頑張ってくれたんでね、やっぱり早く気づいてくれましたよ、それに。インフルエンザのワクチン、毎年打ちますが、なぜか、そうです、私もでございます。毎年ね、熱がね、熱じゃないんだけど、なんかね、むしろインフルエンザの方が俺はダメだね。今回だから、あ、来るだろうな、多分これもなと思ってたんですけど、だからこれ来なくて、要するに副反応ね。で、あれあれって感じだしだね。毎年来ますね。そうなのよね。毎年打つことですよね、本当ね。はい、ゾフルーザは私には効きませんでした。はい、同じく、コロナワクチンも打っても、まあね、わずわるかもね。はい、まあ重症化しなければいいですが、はい、まあ重症化はね、まあワクチン打ってればないと思いますよね。表で言ってる連中否定しないけど、バカ、まあね、
毎年打つことですね。それでも、まあ本当そうです。はい。どこかの課で打とうと悩んでます。どこの課でか。はい。かかりつけ医多いな。まあでも、打てるところで早めに打っちゃった方がいいですよ。うん。正直言って。そんなに変わんないです。そんな変わんないです。どこで打っても。うん。まあ、しっかりこうガイドラインとかってこう通知ばっていってるし、やっぱりみんなあのね、防ぎたいのがやっぱりその戦士の部位の副反応っていうのはこれみんな頭に入ってるんで、その辺はねやはりこう気をつけていってるところなんで、その辺のガイドラインはしっかり皆さん目通してますから大丈夫です。そう、ワクチン本当打てるところでね。まあ私打つとですね、それでもまあね、私は断りましたってことでね。はい、サンリオキャラクタースタンプありがとうございます。対象ね、ありがとうございます。本当ワクチン打てるところで、まあワクチン打てるところで打っちゃった方がいいですね。まあすごくだからね、最終的には余ってくると思いますよ。さっき先生もおっしゃったんですけど、マイナス70度保管なんて無理。まあまあね、確かにね、今一応緩和されましたけどね、20度までね。まあ20度だったら、通常のね、まあまあ変な話ですけど、家庭の冷蔵庫の、まあ、冷凍室が大体まあそんなもんですから、まあなんとかなる温度ではあるんですけど、ただマイナス70度って言われた時はびっくりしましたよね。緊張で硬直するけど私大丈夫かしらって。まあなるべくねリラックスされた方がいいですよ。逆にね、緊張しすぎちゃうと、注射ってこれ針刺す時なんていつもそうなんですけどね、事故になりやすいんで、結構ねあるんですよ。献血とかでもね、何も特にないんだけれども例えば私これがあったことを話するとね、緊張じゃないんですけどちょっと悩み事があったんですよ。すごくねこう悩み事があって、そんな時にですね、まあ献血しようかなって献血行ったらですね、ずっと献血中それを考えてたらですね、なんかこう胸が痛くなってきてですね、チアノゼが上がってきてですね、あ、なんかおかしいおかしい、あーってなって、針抜いてしばらくしたら普通に戻ったんですけど、そんな時期がありましたね。だからなんかこうね、いつもとちょっと違うとか、なんかこういろいろ悩みすぎたりとか、なんかこう体が過緊張にある時とかね、そういうのはなるべくですけどね、こう可能な限りリラックスされた方がいいと思いますね。そう、常温無理ですよね。あのね常温に戻してからのタイムリット早いです。確かに早いです。はい、早いです。はい、ピーチ便を、止めたことに始まった、東大法学部卒のマスク拒否おじさんが飲食店でのマスク着用拒否をめぐる暴力事件の法廷でもノーマスクを貫き、裁判官と検察官を説教したそうです。なかなかね、まあね、法的根拠ね、なんていうのかな、法曹界の人たちに対して私は思うんですけど、法律はすごくその大事なことで、その、ね、秩序とかを守るためにすごく大事だし、そういった それぞれの人たちの、常識って、生まれた環境が違えば違うんで、一つの基準として法律って必要だなっていうふうに考えるんですよね。でもやっぱりね、科学者はちょっと変わってるとこありますね。間違いじゃないんだけれどとか、あと自分が強く思い込んでて、それもう古いよ、その、根拠っていうのは科学者にはよくあります。はい、冬場じゃないだけマシかな。脳性麻痺の特性上、そうですよ。だからなるべくです、なるべく、本当にね、なんていうのかな、あ、緊張しちゃうかなっていうふうにやっぱ思っちゃうと緊張しますよ。なんとかなるかみたいなね気持ちで、とりあえず言っていただければ、と思います。なるべくのはいいんですよ、リラックスでね。はい、不安があると迷走神経反射を起こしやすいので、まずいと思った日はキャンセルがいいですよ。ほんとほんとその通りです。ワクチンは必ず余りますから遠慮なく。ほんとほんと、あのね、
私もね、すっごいそれはね、体を身をもってして、ね、元気して。私、献血の副反応をこう、ね、献血副作用を起こしたこれ、過去に3回あるんです。で、やっぱりね、その時が、もう、時期的にはですね、全く同じ時期なんですよ。あれ、連続してなかったから、まあ、献血ドナー永久追放ではならなかったんですけども、あれね、連続でやっちゃうとね、連続3回だったかな、連続3回で副反応を起こすとですね、献血永久にできなくなっちゃうんで、あれはちょっとまずかったね、ってのがありましたね。はい。裁判官が裁判所の、新型コロナ対策を説明しても納得せず、ノーマスクを貫いたと。まあね、ね、ふだけのね、データとか見せてあげても多分ダメなんだろうな。私有地で権利者に言われたらするしかない。全くその通りなんですよ。やっぱりね、我が国は非常にそのね、土地の権利強い国ですからね。はい。不謹慎ですが、刑務所から出さなくていいと思いますね。まあね、マスク拒否野郎は東大出ている勘違い、自意識過剰人間、一番ダメな東大生の、まあまあね、あるよね。そう、ごちゃごちゃ界隈は、結局、職不十分っていうのが多いし、一般多いから、理解できない連中多い。まあそうですよね、確かにね。献血強制退場ってあるんだ、あります。その献血副作用って言われるやつね、 VVR 血管迷走神経反射、これをね、確か3回連続すると確かダメじゃなかったかな。やっぱちょっと難しいっていう風になっちゃうんですね。2回だったかな、3回だったかな、ちょっと忘れましたけど。来月あたりになると感染状況は今より落ち着いてると思いますか？まだ難しいと思いますね。ワクチン接種率が4割届いてくるかなって頃になると随分変わるんじゃないかなと思いますね。まだ1割届いてない。まだ1割も届いてないですからね。マスクって飛沫は防げるんでしょうが、結局エアゾル感染、空気感染も防げるんでしたっけ？ね、完全には防げないです。ただ、してる状態としてない状態だと、相当、いわゆるその吸入の数も変わりますし、あとその、外にね、出す数はもう飛躍的に減りますね。マスクしてると昔はね、言われてたんですよ。要するに結局、マスクの繊維よりも、ウイルスの、ね、粒子の方がちっちゃいんで、落としちゃうよって言われてたんですけども、実際にそれをスーパーコンピューターで検証したらですね、いや意外にそんなもんじゃないんですよ。っていうのは、ウイルスって周りにこう、まあ、水のね、こう水滴がついてこう動いてることが多いじゃないですか。だから完全にウイルスだけっていうのこともないんですよ。そうするとやっぱりその周りにいろいろね、不純物をつけてるウイルスはですね、まあ、マスクでブロックされるんです。そうするとね、完全に通らないって感じでしたね。裁判所側でマスクを用意して裁判官自ら着用をお願いしたのだが、裁判所規則に基づいたものか説明を求めたそうです。やっぱ東大だな。7月末くらい、高齢者ワクチン接種を終わらせろと国から自治体に言われてるみたいですけど、現実的に終わると思いますか？無理です。さっきも話してましたけど、打ち手がいません、今。はい。働き盛りの方が接種しだしたら、グラフめちゃくちゃ下がりそう。私どちらかというとそっちの方が下がると思うんですよね。今ご高齢のね、方が打ってる時、多分これ打ち終わってもそんなに私変わらないと思います。ただ死亡率は下がってくると思うんですけど、おそらく感染者は減らないと思いますね。ただ感染者がその劇的に減ってくるのはおそらく年齢層があるんですけれども、年齢区分で今一番多いのが、高齢世代だと、65歳以上か、65歳以上が多いんですね。65歳から、75歳ぐらいだったかな、が一番多いんですね。で、その次の波が、大体その、50歳以下、40、大体30歳ぐらいまでの波が多いんですよ。
で、それ以外のところってそんなに波がないんですけど、やはりね、その50歳以下の世代って、働き盛りですから、動いちゃうんですよ。でそうすると、やはりそこは重症化はね、する方としない方とはっきりこう二極化するので、重症者の、ね、グラフで見てもやっぱり50代多いんですよ。ところが、それより低い世代も、やはり陽性者の数は、もうそのいわゆる高齢世代よりも陽性者数っていうのは若い方の方が圧倒的に多いんですよね。だから、その要するにウイルスを運ぶ役割をしてしまってるのは、やはり若い方が圧倒的に多いんですけれども、現状重症化してこなかった、今まではね。だけど、このね、501型の変異株に関しては若い方でも、かなり苦しい状態まで重症化するケースが非常に増えてきたというのは確かなんですね。そう、法律強くしたら国が破壊します。全くその通り。さすがよく分かってらっしゃるね。そうなんですよ。法律っていうのはね、適当なところにね、要するに収めておかないと、何でも縛るとですね、居心地が悪くなりますから、おっしゃる通りです。マスクしないのは殺人未遂でいいですよ。傷害罪とか今本当そうですよね。感染症防御やってる時にマスクしないって意味がわからないですよね。老化ってどうしたって頭ある。新しいことをね、こう取り込むのが苦手にはなってますからね。ただ生きてくのに必要ってなった時にね、もうちょっとこうね、必死になれるんで、その生きてくのに必要っていうふうに考えるとね、人間って変われるところありますよ。暴力事件を起こしておいて裁判所規則うんぬんの説明を求める、とは何事か。矛盾も甚だしい。それありますね。あいつら死んだ方が本当はいい。そこもですけど、看護学生や医学生に打たせるみたいな話が出たんですけど、独占業務型の資格を持っていない限り医療行為はできませんが、看護学生でも打てるように何かしら、改正されると思いますか。質問に続けて申し訳ないです。多分そこまでやらないと思いますよ。いきなり今、歯科医師さんね、普段からその、先週やってるんで、歯科医師さんというふうに言ったんですけども、次薬剤師さんって言ったじゃないですか。その時点で、それは考えてないんだなっていうふうに思いましたね。もう今の時点で薬剤師さん側に舵を切ったってことは、その先週をするってことに関して知識を積んでない人に最初から教えようってことなんですよ。で、もちろんね、薬剤師さんも先進って言っても自己注射に関しての先進は持ってるんですよ。いわゆるインシュリンとかそういうのね。だけれども看護学生さんとか医学生ってやっぱりね、人工皮膚とか使ってやってるんですね、学校でね。だからむしろだからね、生徒さん当てた方がいいんですけれども、ただやっぱ数は少ないんでね。看護学生さんだったら数多いけど、医学生はやっぱりね、少ない数が。でやっぱりその年次でも全然違うしね、できることがね。本当ね、老人でも認知症がなければ尊いです。本当ですね。言えてます。くず老害が仕事やら奪ってるっていうのもあるしね。あるとこあるよね。だから結局だからね、やっぱり命に関わるところはね、 IT 対応してほしいよね。難しいのは私重々分かって言ってるんだよ。新しいことに対応するっていうことに対して非常にその柔軟性っていう部分がね、やっぱ年を取ってくると私もおそらくそうなるでしょう。ただやはりそうは言ってもね、もうそれしかないってなった時にやっぱりそれをやってもらうっていうね、最低限ねしないと、全て何かをやることにですね、そういうもう投資がもう半端じゃないですよね、経費投資がね。変わらず被害しか受けてない、確かにね。働かないと服が買えないので働きますとは言っても、服をどか買いするのも今年の冬までの予定です。そうなんですね。でもね、服の楽しみっていいですよね。なるほどね。マスクでウイルスを防げるなら一生全員、外せる日は来なそうですよね。政府が外していいよって言って感染者増えたらまたマスク生活。そうなんだよね。だからね、
まあ、正直言って私、まあ、このコロナ禍以前も冬になるとマスクはしてました、うん、なんでそれをしてたかっていうと、まあ、圧倒的に感染リスクが上がるからです。それはさっき言った、話ですよ。要するに、大気中に水分が減ってくる季節になると当然そのウイルスの、ね、粒子がってなるじゃないですか。で、人の体ってよくできてますから、ある程度のウイルスが侵入してきてもですね、こう出そうとします、外に。ただ冬はですね、口の中のその湿度が下がってくるので、その機能自体がですね下がるんですね。で、やはりどうしてもですね、そういう、ね、感染とかしてしまったらね、仕事もできないですから、そういうことを避けるためにやはり、うん、まあ、自衛としてマスクはしてましたよ、うん。別に花粉症でも何でもないですけど、私してましたね。だから大体まあ季節でいうと、もう冬季になるとほぼしてましたね、うん、はい。いたちごっこ全くね、大規模接種会場もあるし、ちゃんと打てます、うん、そう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 。マンパワーも大して不足してないと思う。保健センターで経口ワクチン、うん、子供にやってた、ね、手間暇思うと大したことない。あれ大変ですよねあれは大変だよ。ものすごい一人で時間かかるからね、うん。マスクのデメリットにも焦点を当てて、きちんと議論しなきゃダメですね。うん、そうですよ、ありますよ、マスクのデメリットね。今の人たちに論じても聞く耳持たなそうですが、うん、そうよ、マスクは、ね、デメリットありますよ。だから、なんていうのかな、冬になると私マスクしてたでしょ。だけれどそれはやっぱりね、結構いろいろデメリットあるんですよ、うん。で、それを承知して、やっぱりそれよりもその感染症に感染するリスクの方を私はその回避しなければいけないからしている、うん。で、あとマスクもやっぱり清潔に保たないと逆に感染の温床になってしまうので、やはりそのマスクを1日の中でどこのタイミングで使い捨てるかとか、汚れたりとか、例えばね、そのタンがついてしまったりとか、そしたらもうね、すぐ廃棄する、そういうのすぐ心がけてましたね、うん。だから使い方間違えると実はダメなんですよ。で、あとマスクをすることでデメリットもいくつか出てきますからね、かぶれるとかね、うん。あかりさん、こんばんは。みんなマスクしてるからインフルエンザも激減でしたよね。そう、冬の喉の保護、保湿にもなるし、あったかい。それですね。まあね、結局、マスクをするっていうのは、正直言って冬のね、季節性のインフルエンザは予防接種あるけども、他の冬の季節で流行る、まあ言ってみれば一般の感冒ですよ、ないじゃないですか。だからそれをどうやって防ぐかって言ったら、私の中でマスクしかなかったんで、まあ、結構口元荒れたりとかしますよ、うん。あとザラカサカサするし、耳は痛いし、だけどまあね、しょうがねえやってとこですよ、うん。デメリットはね、やっぱり、ね、耳のとこはやっぱり私はね、すごい痛くなりますね、うん。はい、あかりさん、こんばんは。はい、サルスピリさん、こんばんは。予約ができないご老人は、ね、そう、諦める人、相談できる人がいないということだと意見を見ました。福祉が必要そうな人のリストアップができてできたと思えば超ラッキー、うん。頼める人ね、諦め、頼める人ね、うん。頼める人、相談できる人がいないということだと意見を見ました、うん。ね、本当そうですよね。まあね、実際やっぱりその辺はね、チェックしているはずではあるんですけどね、行政でもね、うん。デメリットやっぱ肌荒れじゃねえかな、うん、ね。そう、これから本当に熱中症に注意ですよ、うん。本当本当。N95 は危険ですけど、普通の人は大してデメリットはないです。古いのを使わない限りは。いや、そうですよ、ね、本当おっしゃると。まあ、N95 はほとんどよね、もうクリーンルームとかじゃなくていらないと思うけどね。本当これからマスク使いすぎ注意ですよ。熱中症注意です。はい、ね、マスクはどんな長くても3日で買えます。そうそうそう。基本1日ですが、最短だと半日。そう、その最短が一番ベストですね。はい、ということでスタンプありがとうございます。ミリさん、こんばんは。コンティニューコインありがとうございます。はい、ということでね、あと30秒ぐらいになりましたんでね、本日もですね、配信の方終了したいと思います。本日もドクターラスカル2330ライブ配信をお送りしました。YouTube でお聞きの方はですね、チャンネル登録をぜひお願いいたします。その他ニコ生、ツイキャス、オープンネックでお聞きの方、
フォローやチャンネル登録もお願いいたします。今夜も夜遅くまで、お付き合いいただきましてありがとうございます。お休みの方はゆっくりお休みください。夜勤、それから当直、今の時間ですね、お仕事されている方はですね、朝まで長いですけど、安全第一で頑張りましょう。ということで、おやすみなさーい。